日本赤色救援会とは、革命運動家の救援活動を行う日本の人権団体である。日本赤色救援会現在の日本国民救援会の前身日本赤色救援会から1970年代の赤軍派系の団体1927年末、大田慶太郎たちは、解放運動犠牲者救援会設立の呼びかけを行った。それに応えて、 1928年3月6日、発起人会が開かれた。その直後に3.15事件が起き、結果的にその被告を救援するために設立されたと、同様の意味を持つようになった。4月7日の設立総会では、安倍総を会長とした。その後、1930年の大会で、コミンテルンの指導のもとに設立された。 国際赤色救援会に加盟し、日本支部となり、日本赤色救援会に解消した。当時非合法だった日本共産党と共に、壊滅させられた。小林多記事に、救援会の文章を模した文体と構成で書かれた、救援ニュース18付録という作品がある。第二次世界大戦後、再建された日本共産党が中心となり、 日本国民救援会が設立された。以後は、日本国民救援会を参照その後、1969年に、審査翼系の救援連絡センターも設立され、他方で、赤軍派独自の組織として、1971年に、日本赤色救援会が設立された。主に赤軍派や革命左派、そして連合赤軍の支援を行っていたが、 同志臨地殺人事件が発覚したことで、4分5列となり、事実上活動を停止した。ありがとうございます。